海外の国に長く滞在しようと思うとビザが必要ですが、滞在が長期になるほど一般的に取得要件が厳しくなります。そんな中、2020年8月からエストニアで新たにデジタルノマドビザの運用が始まりました。今回はそのデジタルノマドビザについて調査したいと思います。リモートワーカーが最長1年間エストニアに滞在できるビザとあります。観光ビザだとほとんどの国は滞在期間が30日から90日程度なので、1年間はめちゃくちゃ長くてありがたいですね。でもよくある語学力の証明や資格とかはいらないみたいですね。リモートワークが可能であることの証明は、例えば仕事の契約先に書面をしたためてもらう形でも OK のようです。既存のロングステイビザと同じステッカーで発行されるそうです。収入レベルがやや高めだったり、書類の準備が少し面倒そうではありますが、学歴、語学力、資格などの要件が一切ないので、取得のハードルは決して高くないビザだと思いました。実は現在、他にもいくつかの国でこういったノマドワーカー向けの制度が準備されています。これからさらに働く場所や住む場所の選択肢が国境を越えてどんどん広がっていきそうです。